朝からちいかわみたいになってるえー、おはようございますん太くんありがとうびっくりしたちょっとびっくりのあまりちいかわになっちゃった今日はちゃんとね紙を用意したから書きますよその前にみんなありがとう風船張りたいねんけどさ あの布布やからさカーテンそこかなっていうあとみんなから見たら反転してんのやなこれ待ってうさんうさんもありがとうございますちょっと待ってな風船張ったら紙に書くわよいしょ さっき両面テープを仕込んでおいたんだみそらから見たら91歳になったらいいってことやなみんなには反転してるってことはってことはこっちに9があればいいですかっていうか風船がつくかどうかも怪しいあついた <laughs> だよねみんなこっちだよね だってミカラからは今91歳の前兆みたいになってるもんいなんか9は結構空気抜けた感あんねんけどちょっと位置はまだまだパンパンです <laughs> 怖い不安定すぎあ待って位置が見えない 本人が一番ノリノリやで <laughs> 怖い落ちそうでこの間に美空が挟まればいいとちょっと低予算誕生日会みたいになってるあ左右逆はでもまあ無理やわどうしよう両面テープはっちゃまあいいやみんなご愛嬌ということで左右の逆はちょっとご愛嬌です両面テープ貼っちゃった <laughs> これ剥がしたら割れる気がするわ <laughs> <laughs> まあいいやみんなごめんねご愛嬌 <laughs> みんなありがとうございますちょっと一逆なんごめんなちょっとみんないやーありがとうございますあ見てくださいこれはこの間親友からもらいました これもつけちゃうもう全部てんこ盛りは今日しか使われへんからあちょっとこれあと2回ぐらい落ちたらもうこの風船見捨てますね。 アラはすいませんなぐです、ね、グデタマぐらいならあるんですけどあちょっと前髪が少なすぎて安定してくれないですあら <laughs> ちょっとダメですねこれ。 っ待ってくださいね皆さんにちゃんと絵描きますよちょっと待ってねこれでいっかちょっとほぼ見えないんですけどこれでいきますちさちゃんわーありがとう嬉しい初めて見たこのハッピーバースデーもうそりそうか今日が初めての誕生日やもんね嬉しいありがとう描きます よいしょちゃんと白い紙ありますえー、っとマーボーさんもありがとうございましたわ嬉しいですしゅうくんめっちゃ可愛いありがとうしんやさんレインボースターありがとうりゅうさん可愛いいありがとうきょうさんしんやさん お誕生日ケーキありがとうあっシュウくんもありがとうこのくまちゃんしがみついてるタワーありがとね大和さんなんか南国みたいなやつありがとうございますジョーさんクラッカーありがとうございますちょっと今からタワーを送ってくださったみんなにお絵かきタイムですみんなありがとう ミスラの誕生日にこれを送ろうって考えてくれてたんかな嬉しいその気持ちがまずめちゃめちゃ嬉しいちょっと下敷きみたいなあ下敷きあっためっちゃ使と使用感やばいけどちょっと <laughs> 教科書のとこあさったらあったわ高校の時に使ってたやつ いやみんな美空はいまだにね19歳になったという自覚がないんです自覚というか実感がないんですよ普通にハッピーバースデータワーでいいのかなちょっと美空はね正式名称がわからない人間なので基本的に自分の完成でいきます <laughs> ハッピーこれ綴り間違ってたりしたらバカやな は嬉しいなみんなありがとう。もうねちなみにケーキはもう昨日食べたんですよ <laughs>。昨日のね配信ではちょっと言ってたんですけど、今日は公園であの皆さんとね楽しい時間を過ごせるから。 家族ではももううあやばいもうこの子見捨てるそそろそろ家族では今日にもう楽しんじゃおうっていうことで昨日がねお誕生日会だったんですよもう1歳ってことでいいですか私今日ちょっともうイライラしてきました落ちるのが <laughs> ちょっとい,いったんね一旦一ん1歳ってことにしてもいいですかね今日1歳ですやばい建造物のタワーってめちゃめちゃむずいねどんな感じなんかオーラみたいなの出てるなそれ。<laughs> 合ってるかなちょっと伝わるあ意外といけてるいやちょっと画面越しに見たら意外といけてるっていう法則立てたいはい俊太くんハッピーバースデータワーありがとうちょっとなんか w i フ f i みたいになっちゃったちょびっとだけ <laughs> w i フ f i ではないですありがとう 嬉しいよありがとね w i f i ではないですねそしてそしてあテロップ忘れてた19歳びっくりマークにしよう <laughs> w i f i タワーではないですよ <laughs> ありがとね本当に朝から嬉しいよみんなの気持ちが何よりえショールームにおいてタワーってタワーですよねですよねタワー タタワワーーになのかと思ったなんかさ普段からさ「タワー」って言い方するやん「くまちゃんタワー」とかさだからなんかタワーのタワーやからタワータワータワーとかにはならんよなと思ってちょっと意味分かんないこと言ってますけど伝わるかなんかタワータワーじゃないよなっていう不安が。 お誕生日 <laughs> あんまりみんな伝わらんかったそかなんか,普段から何ちゃらタワーって言うじゃないですか <laughs> だからそのタワーいただいたタワーにもタワーっていう言葉をつけなあかんのかと思って「タワータワー」<laughs>「ちょっとい分かる?」っていうことです。 ちょっとケーキ怪しいワンホールケーキ描けるかな円柱の形自体は描くの得意なんですけどちょっとそこからが問題どうやって装飾するかっていう話でもいちごいとけば可愛くなるもんなでなんか「ハッピーバースデー」っていう。 あれがついてるねよしこれ意外といけてるわはいりゅうさん上手くないですか <laughs> お誕生日ケーキありがとうございます。ーす、うん たくさんたこさんいつも本当にありがとう嬉しいです食べます気持ちではね食べれるので <laughs> 食べますありがとう嬉しいです本当にちょっとみんな全然コメントやめてなくてごめんなちょっと <laughs> にしてもメイクしてなさすぎるなそしてやっぱり落とすのが大変になりそうやったんでまつげとかはやってなくて でもそのキラキラのラメ系もちょっとねラメが飛んじゃいそうであれやったんでもう本当になんかあんなに昨日すっぴんでやるのはちょっとかっこつかないですよとか言ってたのにほぼすっぴんで登場するっていうね女になってますこれはこのクマちゃんは何クマちゃんなんだろう これはお誕生日ちゃんタワーでははなないんかなこれは普通のクマちゃんタワーだよね通通天閣みたいですねちょ店は勝手に通天閣ってことにしようあやばい通天閣の点が分からへん通 <laughs> あかん大阪の人に怒られる あんた金閣じゃあるからって言い切らんといてくれるって言われそうややばいしばかれちゃうわ今ご覧の大阪の皆さんしばかないでくださいすいませんちょっと私極水寺とかしか感じがわからないです <laughs> でも見に行ったことはあるんですよちゃんとスパワールドの帰りに。 通天閣やっっって言って言見に行ったんで,すでもそれ以来ちゃんと通天閣を見ようと思って通天閣に行ってないんですよ <laughs> あかんそれもしばかれるかなあんた通天閣をなめてるって言われそうやはいちょっとひどいですねこれこれひどすぎます しゅうくんくまちゃんの通天閣ちょっとひらがなでごまかしてます <laughs> ありがとういつもありがとね <laughs> ちょっと最悪やなちょっと NMB48 やのに通天閣かけへんなんてなんてことしてるんだえみそにゃは <laughs> ちょっとごめんなさいちょっと金閣ちょっと金閣寺の名にかけてごめんなさい じっちゃんの名にかけますそしてそしてちょっとこっちはハッピーバースデー2天閣ですね <laughs> バースデー2天閣でございますえい19。 でも動物とかよりもタワーの方がなんかうまく描ける気がしますこれでみんなってさ「ハッピーバースデー」って書く時さ「デイ」をさ「バースデー」って書ききるか「バースデー」で一区切りして「デイ」って書くかどっち派ですか結構それ迷いませんなんなか友達にさ お手紙書いてあげる時とかになんか「デイ」から改めて大文字にするかもう「バースデー」って一括りにしちゃうかみたいなはいそんなこんなで美空は区切らない派ですちなみにでもあの HBD って書く時もありますあのちょっと中学生とかがやりがちなおしゃれな書き方みたいな <laughs> おしゃれではないんですけどなんかやりがちでしたね ハッピーバースデーの HBD って書いてる時期もあの2年ぐらいちょっと血迷ってたんでありましたけど私はこっち派ですね一区切り派一区切り派ですというわけでねちさちゃんありがとねタワーですありがとう嬉しいここに <laughs> 見えてるありがとうありがちょうまげで,です やばい麻婆ーーさんのやつが消えちゃった麻婆ーーさんはあのケーキだった気がするんですけど合ってますか合ってるひっ筆記大破筆記大破っていうレベチの人がいたちょっと負けましたあハートタワーになっちゃったハ <laughs> ハーートタワーなっちゃったちょっと w i f i タワー改めハートタワーになりましたありがあハピバンの方ねオッケーオッケーちょっとねみんなたくさんありがとう後で読むねちょっとね麻婆ーーさんはこの伸ばし棒をちゃんとうねうねにするところがねお名前ですからちょっと逆にみんなのみんなの派閥にちょっと便乗してみそらあのデイで区切ってみます どっちの方が見栄えいいんやろまあデイで区切んのも結構なええー、感じやねんけど美空はなんかひと,ひとくくりしちゃうはやわやばいみんな緊急事態めっちゃお腹すいた <laughs> やっぱ19歳なんでねお腹も一丁前に減りますよ w i f i タワー改めハートタワー改めどうしよう うんどうしようかなあっマーボーさんといえば星ですねお星様タワーになりましたマーボーさんありがとうございますちょっとデイで区切ってみましたありがとう星タワーですありがとうございます嬉しいありがとう うお腹すいたちょっともう1歳やなこれとろう <laughs> お友達がねちょっと前にサプライズしてくれたんですけどその時に用意してくれてましたでそれをあの今日まで空気が抜けないように見守っておりました <laughs> でもちょっと1歳になっちゃったので役目を終えてもらいましたよいしょ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  うん、ほぼすっぴんや。<laughs> えん、ー、やさんハートありがとう。えん、ー、さんココナッツありがとう。ちょっとも,もしもしもしあのなんかあのタワー投げたよとかあったのにその美空が書いてる間に埋もれちゃったとかがあったら容赦なく教えてください。お礼しますので教えてくださいね。 野原の,のけんちゃんクマさんありがとうそしてお誕生日が一緒なのかな名前に書いてあるしお互いおめでとう徹 <laughs> さんハートありがとうシミヤンさんクラッカーありがとうね大樹さんハートありがとうみなみちゃんハッピーバースデーのケーキありがとうねカメさんクラッカーありがとう 佐藤さん、バーーースデーケーキありがとうございます。みんなありがとねほんとにみんなみちゃんレインボースターありがとうしゅうくんハートありがとう白米さんかわいいありがとうございます竜さんレイ,うれレインボースターレインボースターがめちゃめちゃ飛んでる竜さんありがとうきれいめっちゃきれいうれしいほんとに ありがとういつもそうミスラねたまにびっくりびっくりしたせいであの,の,のぶとい,いちょっとあの女性と思えない声が出ちゃったりするんですけどそんなとこも好きでいてください音大 <laughs> さんハートありがとうっさんバースデーケーキありがとうね さん本当にありがとうレインボースターがたくさんだこれはタワーなんだよねありがとうあちょっと待ってちょっと待って,っ待って踊っちゃいます <laughs> タクピーありがとう <laughs> タクピーいつもあのミスラのこと踊らしてくれるよね <laughs> ありがとうよしみんなコメント見に来たよ もう泣きそうやなもうダメですよみそらあの生誕祭もね泣いたらあきら先生飛んでくるんですよねじゃなるべく涙こらえますけど絶対に泣きますなぜならみそらは今まで自分の生誕祭じゃなくても泣いてたあちょっとちっとちちちちいえ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 あちょっとジェネチンジェネチン <laughs> はいはいジェネチンでした <laughs> 何の話やったっけ。ええー、嬉しい、美空ちゃんは研究生声に欠かせない存在。ありがとうございます。嬉しいです。これからもみんなを元気づけれるように頑張ります。ありがとうございます。当日生誕祭はいいな。嬉しいですよね。本当に今まで、あの夏休み真っ只中すぎて。あのみんなからね、連絡はもらえるけど、直接言ってもらえることがね。 本当にあの気性気性だったので <laughs> もうねわざわざ会うわけないじゃないですか学校のことね誕生日にあち今のはそういう意味じゃないですか,なんか友達のことが嫌いとかじゃなくてあのわざわざ会えないじゃないですかそのばったり出くわすわけでもないので会えなかったからあのね文章のおめでとうをねいつも送ってくれる誕生日だったのでこんな たくさんの人に直接会える誕生日はね本当に初めてなので人生でもうめっちゃ嬉しいですデイがちょっとだけペイに目立ちて、ね「ペイペイ」みたいなね <laughs> タワー書いてる間に休婚しましたちょっと待って懐かしい休婚のノリでもねミスラの夫枠はね19歳になってもまだ空いてないので <laughs> ちょっとねもうちょっとしたら結婚しましょうねみんな <laughs> いつ悪んって話やねんけどい みんなもレインボースターありがとう川崎さんあの何だっけこれあクラッカークラッカーありがとう亀さんハートありがとうなんかねないまあ本人が泣くのはまあまあまあ仕方ないっちゃ仕方ないけど俺は卒業の時に初めて涙を流してほしいみたいなねって晶先生が言ってましたまあそのそのね 言っってらっしゃるることも分かるんですけど私も,もう初手で泣いてましたから「ほのぴー」の生誕祭でも泣いてたし「こよりん」の時はなんか「たんぽぽの決心」の「こよりんコール」でめちゃめちゃ泣くっていうね本,本人ぐらい泣いてました私そうでもラ「ラストティーン」っていう文字をな ミスラ全然頭になかったんけどツイッターでねお祝い,して,もらいてしていただいた投稿とかを見てたら「ラストティーン楽しんでね」って書いてあって「あラストティーンなんや」と思って <laughs> ちょっと自覚しちゃって自分がラストティーンっていうことを全く頭になくてそのねラストティーンの自覚がなさすぎたんですけど。 あ変わらへんかったあでもあの若気の至りって言って許されるのは今年までなのでちょっとね容赦なくいろんなことしていきたいと思いますそして若気の至りという言葉であのちょっとね軽減させたいと思いますちょっとお腹すいたな。 あプキちゃんは私が夫ですねさすがにさすがにあの俺が守るぜなのでねあのプキちゃんのことはちょっとこの毛やばないこれちょっとヘビーな毛がいますよ山マさんレインボースターありがとねりょうまるくんハートありがとうやばいみんな お腹が空いたダニエルさんハートありがとうございます9時ぐらいになったらちょっと切りますねこのままだとみそら永久に配信しちゃいそうなので9時というラストを決めたいと思います <laughs> みんな本当にありがとうね朝早いのにみそらですら起きんの大変やったのにこ <laughs> よりんのたんぽぽの時めっちゃ泣くやんて紙見してたって恥ずかしい なんかあれはねグッとくるものがありますね。めちゃめちゃ泣いちゃいました。あの日はね。あの見守ってくださってるね。ダンスの先生があきら先生の担当じゃない日だったので、あのもう本当に言葉を選ばずに言ったらもう助かったーって思いましたね。もうこれ見つかってたらめちゃめちゃ怒られてたわーと思って <laughs> 言葉選ばなさすぎ。<laughs> ラストティーンってボードにも書いてきましたやばいやばい自覚しちゃうラストティーン自覚しちゃうよみんな、ま、若いんですけどねまだまだ若いですけど、ま、ちょっとねまだ若気の至りが言えるのは今年だけですよみんな <laughs> キイペイさんクラッカーありがとうおでこサンシャインさんクラッカーありがとうね美空もおでこサンシャインですいつもおでこめっちゃ広いので。

ありがとうございますちょっとね19歳の抱負は昨日もね言ったりしたんですけどあの自分が得意って言ってるそういうジャンルのパフォーマンスだけじゃなくてまだあんまりやったことない例えば可愛いい系とかもあの安心して任せてもらえるぐらいの女の子になれるようにあの苦手なことにも挑戦して。 自分の幅を広げるっていうこととあの古川幸乃ちゃんと結婚するっていうこととあとは何ですかね好き,好き嫌いをなくすとかあとは何やろうんとにかくねパフォーマンスをね成長させたいので。 19歳はあのなんかすごい今あの何、ー、て言われたっけこう,いうのってあ,あ,かあかん言葉言いそうになった危なっ掛け言のあれを言いそうになった違う違うブ,ブ,ランブランクでしたっけあのどうしていいかわからないみたいな時期あるじゃないですか今それなんですよ実はあのちょっとモバメとかではちょっと言ったことがあるんですけど人によってアドバイスしてくださることが違くて どうしていいかわからなないいっていう今は、ま、はなんですよあのゆうみさんはあの初日とかに美空がやってた感じのもうとにかく命がけでもう全力でやりきる美空が好きって言ってく,くださるんですけどそれを前面に出しすぎてしまうと今度はあのプロの先生とかあの見てくださってる舞台監督の方とかがちょっとたまに。 温度感が他のこと合ってないとかあの全力でやるあまり振りの形が崩れてるよとか,なんかもうちょっと抑えてほしいみたいなことを言ってくださってそれを取り入れてみたら次はゆう美さんに「ちょっと美空手抜いてた?」みたいな言われちゃったりして別に手抜いてるわけじゃないけどいろんな意見を取り入れてたらなんか分かんない分かんないってなっちゃうっていうのが今の時期なんで。 うん,なんか優美さんが好きって言ってくれたその自分の体をめっちゃ大きく動かすこととか気持ちを前面に出すことはもう続けていきたいしそうやって踊るのが好きやから美空はやっぱなんかなんてんやろ技術重視でやっぱ公演美空毎回なんか気持ちを変えてやってるんですけど今日はこうやってやってみようとか今日はあの舞台監督さんに言われたこと重視でやってみようとか。 今日は表情を重視でやってみようとかいろいろやるんですけどやっぱりそのちょっと力をセーブしてやる日はなんかもうちょっとできたなとか150%で楽しかったなじゃなくてなんかもっと動かしたいっていう気持ちが最後に残るんですよだからそのやっぱりゆうみさんが好きってく言ってくれたその全力の部分はみそらは自分でも自分の好きなところやしそこはやめたくないからあの。 この間もね公演見に来てくださった時にちょっとねもう恥ずかしい18歳やのに大泣きしながら由美さんに相談してもう今のうちは研究生やねんから全部できひんくて当たり前やしその先生に言ってることにたまにはなんやねんって思いながら自分の意思を通してもいいねんでみたいなの言ってもらってもうそれを今日,今日はやります <laughs> だからもう今日は先生にいくら怒られてもいいから。 もうあの自分らしくあの初日のねみそのようにもうみんなにねいつ倒れるかわからんでミそラみたいな心配されるぐらいの全力で今日はやりますやっぱそういう自分が一番好きなんでねそういう自分が一番やっぱ楽しいしやってて、まあ、だから最悪タンポポ終わりに倒れてももういいです <laughs> てかもう頭3曲終わって倒れてもいいですもうそれぐらいの気持ちでやりますだって初日そんな感じでしたもん私 なんかもう全力でやりすぎてもはや息が上がらんみたいなね息が上がらんその限界突破ぐらいまでしんどいぐらいまでやったんででもそれがゆうみさんは好きって言ってくれたから美空はそれをやります今日 <laughs> もうね最近その狭間でめちゃめちゃ悩んでてどうしていいか分からなかったんですけど最悪倒れてもいいしもうなんならもう肩外れてもいいぐらいの気持ちでやります あ、スランプじゃなくてブランクですか？<laughs> ちょっと笑っちゃう。スランプスランプって何ですか？ほんなら。<laughs> ブランクでしたね。そうです。石田裕美師範のね。やらはゆうみさんのこと。本当にリスペクトしてるので、ゆうみさんに好きって言ってもらえたことは自分でも好きで言い続けたいし。ゆうみさんのおかげでその自分の武器にね。気づくことができたから、それを裏切ることは。 ししたくないしやっぱ自分が好きな自分でいたいっていうのも大きいですしねなんかいくらその力を抑えたりしてミソららしさが消えた中で先生とかに褒められてもそれはミソらが褒められてるんじゃなくてそこに合わせようとしたミソラが褒められてるじゃないですかそれは別に嬉しくないわけですだって合わせにいってるもん。 じゃなくて美空が美空としてやったパフォーマンスで褒められたいからもうねいつかはその全力でもう意味分からんぐらい大きく踊ってる美空のことを褒めてもらいたいですその「気持ちはいいねんけど」って先に前置きされるんですよいつも先生とかには気持そのお。お前がやろうとしてるその気持ちの出し方は「いいねん」って言ってもうその熱量はそのままで「ええー、ねんけど」って「けど」テンテンテンってなっちゃうからその「けど」をなくしたい。 だからといって力を抜くわけでもなく今のミソラのままで先生とか舞台を見てくれてる監督の方とかに褒められるようにちょっと頑張りますねまだまだ始まったばっかりですよこの公演半年経ちましたけどそれは C です半年経ちましたけどまだ始まったばっかりなので気持ちだけはねまだニポジメやってないとか またできてないいとかそういう焦っちゃう日もありますけど気持ちが先走りすぎても意味がないしまずはこの「世代交代前夜公演」のオリジナルの6番手としての誇りを持ってねこのポジションを一番やって輝けるのは田中み空だと信じてるので私はまずそのいろんなことに挑戦したい気持ちもあるけどそっちにポン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 停滞して中途半端になるぐらいなら今のこのポジションを誰よりも極めたいと思います。 ようなね、焦りすぎてめちゃめちゃ泣いた日とかもあったんですけどねやっぱニポジメってやりたいって言ってやれるもんじゃなくてやっていいよって言ってもらってできるもんやからなんか自分は実力が足りてないんかなとか何がわかんのやろうとか思ったりはねしたんですけどそれで泣いててもね仕方ないしその周りと比べて焦ってっていうのが一番多分良くないと思うから自分は自分のペースでいきたいですね。 っっって言って言たら9時になっちゃいましたちょっと <laughs> どうにかしてくださいみんな喋り続けちゃうよこのままちゃんと終わりますね赤舞 <laughs> さんケーキありがとうございますまあミスラらしくですよ本当にミスラらしくいきますうさんファイトありがとね倒れんたまあ、倒れないようにはしますよ倒れませんよちゃんと地に足つけてい,いきますけど自分らしくね頑張ります あスランプでも合ってるよかったよかったちょっと恥ずかしい脳みそ脳みそのあれが <laughs> バレちゃいそうになりましたちひーさんもこじりんさんもみスらちゃんのパフォーマンス褒めてたよ嬉しいねその自分でもねぶ武器だとは思ってるのでその気持ちをダイレクトにパフォーマンスに出せるところは自分のいいところやと思ってるけどそれで足を引っ張ったら意味がないっていうね っていうのののがあるのであるでみんなの足を引っ張らない程度にあの自分らしく痛い,いですっていうその <laughs> いいこと言いながらジェネチェンしないでって感じなんですけど <laughs> 踊るのが決まりなのでねブランクは習ってたピアノを数年やってないとかの期間あーもうぜほんならピアノが私ブランクですよ <laughs> もう高校のある時にやめたんかな多分ピアノってでも弾きますよちゃんと今でも。 セーブついての忘れてたグレード玉。次郎さんああまたこれ忘れた。クラッカーありがとうございます。延長しませんよもうそろそろ終わりますね。<laughs> そうそうさんバラありがとうございます。リハーサル前まで配信しませんよ私ちょっと早く行って練習したいんです今日は。<laughs> 一度もね、そろそろ終わりますねお腹も空いたのでねちょっとしゃべりすぎですねごめんなさい <laughs> みんなありがとうございます本当にベートーベンの「夢弾いてほしい」するあああんあああああそれ。あ さんんんの猫猫踏踏じじゃゃゃゃっったたよそれ弾けますよあので絶対誰もが一回通る道猫踏んじゃったをめちゃめちち早く弾くみたいなねあどこまままで行けるか極めせせんあれって一一回 <laughs> 回やりそらはやりましたちなみに。 ちょっと客席にダイブはしませんよさすがにさすがにあのヘビーなロックバンドすぎますそれはちょっとガチャガチャしててすいませんね外がごめんねちょっとす,すごいすごいたまにおも思ってましたよ裏ガチャガチャしてるなぁと思ってごめんなさい気にしないでくださいみんな朝からありがとうございます 予定にはなかった大語り配信をしちゃいました <laughs> とにかく19歳も自分らしくが大事ですねセーラー服のスカーフも投げません <laughs> さすがに <laughs> さすがに思いやがてそこにぶつけちゃダメですからね全部パフォーマンスであの頑張りますよまあのいろんな人の言うことを、ね、おとなしく聞きたくなる年ですけど ななるでですすけけどど別にじゃいねやっぱりまだ自分の意思で全てができるわけじゃないじゃないですか研究生やから指示をもらって動けるみたいなことが多いからその人の意見を聞きがちになってでも聞きすぎになってしまいがちなんですよねだからしっかりと信念は曲げずに自分が今までこ,うこれが好きって言ってもらったミスラの面とかをは自分も好きだなと思ってる自分の面やからそこを 崩さずそれ,それありきのね田中みそらなのであのあの意見にとらわれすぎず自分がやりたいこととか自分が表現したいものをまっすぐに出せる人間になりたいですねその上で技術がついいてくる年にしたい18歳はただただ気持ちで突っ走ってたパフォーマンスをしていた1年だったので19歳はそこに技術がついてくるようにしたいです。 そして古川ゆきのちゃんと結婚するというのが今年1年の目標ですそれじゃあ,あの語りすぎてしまったんですが今日の配信はこのぐらいにしますねちょっと見納めとこうここの装飾のあみんなちょっと一瞬スクショタイム新品さすがにちょっと用なしって言ったこの子たち申し訳ないじゃん登場してもらったのに 登場5分で終わっちゃうっていうはい待ってめっちゃ部屋映るやんじゃあな別に映ったら赤物とかないねんけどさなんか映りすぎて気まずいなちゃあな <laughs> ちょっと怖いちょっと抱え込む感じにしようちょっと部屋映り そうね、別にポスターとかしかないからいいねんけどさちょっとまあいっかショールームって若干ちょっと画質もねええ感じにぼやけてくれるもんなはい OK <laughs> ちょっとスクショタイム長すぎて部屋映ったら気まずいんで一瞬でしたじゃあ109歳ではないです顔はゼロじゃないです <laughs> 109歳ではない10歳でもないですゃ、一まで逆さ向けんでいいやなこれあじゃあ今、OK、こうこうですかちょっとこっちやったら9できんのにこっちやったらこうですか <laughs> こっちの肘キモすぎひん <laughs> かまじいすぎる こちょっとちょっとかまじいになっちゃうんでみんなあのキ,モキモくならないようにスクショしてくださいちょ,ちょっとか,かまじいちょっとみんなモザイクとかお願いしますねちょっと最近さなんか腕が気持ち悪くてみそらちょっと腕がかまじい化してきてるんですよあちょっと, <laughs> ち,ょっとちょっとかまじいは避けたいのでもうちょっとご飯ちゃんと食べます。 <laughs> 肘めちゃめちゃ気持ち悪くないですか今のこれ <laughs> この角度嫌すぎるちょっとかまじいすぎましたちょっとモザイクお願いしますみんなというわけであのこの調子で19歳もあのナチュラルにやっていきますあのそのままの美空をみんなにあの見てもらえたらなと思いますあの辺にかわいこぶるのもね性に合わないので。 <laughs> 自分らしくお大事にしたいと思います。ちょっとみんなの目が覚めてよかったです、かまじいで。あの19歳の,あの初ルーム最新もね、待っててね、ちょっと待っててな。か,かまじい取れたって、ちょっとモザイクしてな、モザイク。<laughs> はいというわけで、13位、みなみちゃん、ありがとう。ぱチぱチ。12位、しみやんさん、ありがとう。 えー、11位、しんさん、ありがとう、えー。10位、きっぺさん、ありがとう、えーっと。9位、川なさん、ありがとう。みんな嬉しいよ、ありがとう。8位、かめさん、ありがとう <laughs>、えー。7位、やまとしさん、ありがとう。6位が、しんやさん、ありがとう。 えー、5位がちさちゃんありがとう !4 位マーボーさんありがとう !3 位 <laughs> 多分きっと下手側 <laughs> きっと下手側のしゅんたくんありがとう <laughs> そっか下手だったらめっちゃみそら,みそらや <laughs> めっちゃみそらやとか言って語彙力どこ行ってきたんやろみそら結構下手が多いのでね楽しみにしてます。 にしゅうくん、ありがとう。<laughs> 嬉しい。一位は、りゅうさん。ありがとう。もういつも本当に、みんなありがとうね、昨日も。あの、来てくれて、今日この後ね。公演で会えるよっていう、みんなも。ちょっと都合が合わなくて、配信だよっていう、みんなも。あの、よかったら。 あの美空のね激,激長になったとしてもスピーチを最後まであの聞いてやってくださいね <laughs> 本当にお祝いしてくれるっていうその気持ちが嬉しいしあのツイートとかも一個も逃さへんように見に行ってるつもりやからあのみんなからの気持ちはね本当に届いてますありがとうまたこの後劇場に行ってくれる方はあの暑いので外気をつけて。 今日配信見てくれるみんなはあの通信料に気をつ <laughs> どういうこと通信料に気をつけて <laughs> ありがとうもう気持ちはみんな一緒だからそのいけないいけないことを悲しんだりもしなくていいし本当にみんなで今日は幸せになりましょうねありがとう19歳幸せになりますあ T シャツ見せらもゲットしなきゃ <laughs> じゃあね一日ありがとう一日ありがとうじゃないわ <laughs> <laughs> まだ一日始まったばっかりやのにそれじゃあみんなありがとうショップショップ前じゃないですよさすがにこれ我が家です <laughs> じゃあねみんな今日もいい一日にしましょう今年もよろしくお願いしますほんとにじゃあねバイバイ <laughs> バイバイあ今からね今なるほどねごめんねちょっと 最後になんで締まりが悪い、この、ごめんねー。<laughs> バイバイ、ありがとう。